はい、速稼塾の久保です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。特別定額給付金の第2弾なんですけども、どのようにね、実行していただくのかってことですが、一番効果的な方法は、やっぱりね、官邸にメールを送ること、菅総理に電話をすること、それから河野太郎の事務所に、これね、電話をすることだと思います。これからね、連絡先を申し上げますので、しっかりとね、書き留めて、連絡をどんどんしていってください。で、以前なんですけども、行政改革大臣、河野太郎さんが、行政110番みたいなね、そんなご意見箱をポンと作ったら、初日で4000通のメールが来て、とてもじゃないけど対応できないということで、ストップはしました。でもその4000通の中から一つずつ改革をしてるんですよね。まあこういうふうにですね、まあ私が見るところ、4000通でも、やっぱりこう、権力者を動かすことが できると思うんですよ。で、まあ菅総理ですとか、それからね、やっぱりこう予備費に手をつけるような数兆円という規模の金額になると、とてもじゃないけど数千通とか数万通のメールではなかなか動いてくれないと思います。私たち国民の本気度を見せなければなりません。やっぱりね、生活に困っているとかね、もう仕事がないとか、もう明日のお金がないんだとか、支払いに追われても生きていけないんだっていうふうな切実な思いをされている方たくさんいると思いますけども、その思いをね、行動に移さなければ何の意味もありません。官邸にメールを送ってください。そして、菅総理の事務所に電話をしましょう。そして直談判ですよ。場合によっては事務所に訪問してもいいです。もしね、事務所が遠いようでしたら、地元の自民党の事務所に訪問して、自分の思いの丈をぶつけてください。本気ならそのぐらいのことができると思うんですよ。いや、もしくは、本気だけども、やらないのかもしれませんね。まあ、そうなると、多分、この、定額給付金、持続化給付金、追加支援っていうのは、あ、国民の皆さん本気じゃないなと、別にいらないんだなってことで、このままお流れになると思います。河野太郎大臣はですね、今緊急事態宣言中じゃないからってことで、結構ね、特別定額給付金の振り出しに、ちょっと後ろ向きなんではないかなと思いますけど、その気持ちを変えるぐらいに、私たち国民が動いていかないといけないんじゃないですか。私はそういうふうに思いますけどもね。まあ、ですので私も動画の更新はやめませんし、皆さんからいただいたお便り、コメント、一つずつ読ませていただいて、皆さんの窮状をこれからもね、動画に変えていこうと思います。そして私の動画で影響を受けて、あ、そうなんだ、メールを送ればいいんだ、電話をすればいいんだ、事務所に行けばなんとかなるかもしれないっていうふうに気づいた方が少しずつ行動していただいて、その声が1万になり、10万になり、100万になり、1000万になれば、特別定額給付金5万円だの、10万円だの、そして継続など、いろいろとね、考えられると思います。やっぱりね、私たちが国を犯してるってことを考えないといけないと思います。私たちが何もしなければ国は何もしない方向に動きます。私たちが希望することを声を上げて、動いていけばですね、その通り国は動いていきます。まずね、諦める前に、どうせダメだろうとか、あ、どうせ俺たちは無視されるだろうとか、だから貧乏人はもうね、権力者にとってはどうでもいいことなんだっていうふうに腐らずに、それでもやっていきましょう。それ以外何にもないです。腐っていい方向に向かうんだったら大いに腐ってください。でも、ね、腐ってふてくされても何のいいこともないですよ。ね、私たちは具体的な思いを具体的に行動することで具体的な結果を求める。その繰り返しでしかないと思います。私は一人になってもこの動画放送をやめません。それはですね、5万円、10万円が欲しいということではなくて、その未知のものへの挑戦と言いますかね。より高い壁に向かっての挑戦、そういうふうな気持ちが私を突き上げてるんですね。ぜひね、皆様は、これから、官邸にメール、電話、いろいろとできると思いますんで、やってみてください。やってみましょう。ということで、電話番号を申し上げます。菅義偉事務所、これはね、総理大臣ですね。電話番号045-743-5550です。神奈川県横浜市南区、宿町2丁目49に事務所がございます。お近くの方は、この事務所にご訪問いただいて、総理に自分の声を届けてくださいというふうに、そこにいる事務員さんに、切々とご自身の状態をね、訴えかけてみてください。はい。では次はね、麻生太郎事務所でございます。電話番号0948-25-1120です。住所は福岡県飯塚市吉原町10-7です、よろしいでしょうかね。こういうふうに、事務所は福岡にあるそうですね、麻生太郎事務所。ということで、電話番号申し上げました。あとはね、麻生太郎ホームページ、オフィシャルサイトがありますんで、こちらの方にメールを送っていただく、もしくは、菅義偉、こちらの方にもね、公式サイトがありますので、メールを送っていただければよろしいかと思います。もちろんね、官邸メールアドレスで検索しても、官邸に要望が挙げられるメールフォームがありますので、引き続きそちらの方からもね、
毎日のように送ってくださいよ。毎日送るんですよ。本気度がある限り毎日ですよ。毎日送ればたくさんメールが積もっていって、わあ国民本気だ、この人また送ってきてる、相当困ってるんだなっていうことが伝わります。1回や2回でね、はいやめたってことになる。そういうふうなね、めんどくさがっちゃうと本当にめんどくさい人生が襲ってきますんで、ここは一発ですね、自分たちの行動によって、特別定額給付金の第2弾第3弾が盛り込まれるんではないかと、第3次補正予算に盛り込まれるんだという思いを込めてやっていただければと思うんですけどもね。はい、じゃあ今回は以上ですかね。では今後祈ります。